では NF タイプの使っている言葉なので抽象的な言葉の続きからですね、はい、我々みたいな NF タイプ、はい、異なるアイデアを結びつけようとするこの熱意こそが、はい、恥ずかしいな、アイデアリストのコミュニケーションがメタファーで満ちている理由ですと、はい、NF タイプ彼らは人々や物事に他の人々や物事、有機的または無機的、可視不可視に属する特徴を帰属させることに抵抗しませんと、まあ、確かに老子はさって言っても、はい、老子なんて関係ないじゃないですか、はい、ですねってなりそうですね、はいはい、よくなんか結びつけますもんね、まあ、老子、釈迦、釈迦とかユングアーとか、はい、アドラーがーって、はい、かわいい早尾がーって言いますね、はい、さもそれが正解かのようにとか、もうなんか愛がみたいな感じに飛んだりするじゃないですか。ダメですか？ダメという話じゃなくて、はい、それが NF っぽいって話。そうですね、はい、NF はこの人物は悪魔である、あの人物は天使であるというのに苦労しないと、最初の人物が悪魔のように振る舞うのではなく、彼は悪魔です、そして他の人は天使の属性を持っているだけでなく、彼女は天使です、そして太陽は私たちに微笑みかけ、企業はしっかりしていて、列車は轟音立て、愛はバラです。まさにこのようにガンジーは彼が絶対の真実と呼ぶものを探し求めることを説明しましたと。私が持つことができた散りばめられたほんの一瞬、真実の私たちが毎日目で見ている太陽よりも何百万倍もの強烈な光の説明はできません。鮮やかな比喩を超えて、ガンジーまたはアンダーステートメントを好むレーショナルズの好みとは正反対の特徴。レーショナルズというのは NT タイプですね。 NT タイプっていうのは合理主義者とは違うっていう話ですね。このアイデアリストの表現は誇張と大げさで豊かであり、同時に程度差が少ない特徴があると。 NF はアイデアにやや興味がある、または人の行動にある程度不満であるとは言いません。彼らは完全に魅了されているか、完全に嫌悪しており、うん、完璧に喜んでいるか、完璧に驚愕しているか、うん、これはエレノア・ルーズベルトが自叙伝の中で若い女性として自己を表現した方法ですと。私は非常に高い理想と人間の性格の弱点を一切信じない、ユーモアの感覚も何もない義務感を強く持っていました。物事は私にとって正しいか間違っているかしかありませんでした。このエレノア・ルーズベルトが分かんないので、ちょっとこの表現が分かんないですね、はい、すいません。アイデアリストは度合いの違いを無視する傾向がある一方、あ、これすごい分かるな、なんか言ってること一緒じゃん、はい、でもギュッて、あ、はいはい、よく言いますもんね、はい、で隊長が、はい、いや違いますやん、言葉が違うから違いますやんって言っても、はいはい、いやもうこの辺の違いはもう一緒ですよ、はい、えいってやるんですけど、ギュッて、はいはい、こっからここまでは一緒みたいな、やりますね。確かに度合いの違いを無視する傾向がある一方、メッセージを装飾するコミュニケーションの微妙なニュアンスに非常に敏感ですと、はい、自分勝手ですね、なんかこの辺は一緒ってやるくせに、はい、あ、なんかそれ言ってること違いますねって、はい、勝手、体の言語、表情、声の抑揚など他のタイプが気づかないことがよくありますと、はい、あ、そうなんですよ。体調は言葉で色合いを分けるんですけど、はい、僕は表情で色合いを分けているので、はい、言葉は言葉の通りに受け止めます僕は、僕言葉と、はい、多分表情とか、はい、セットなんですよね多分それは、はいはい、タイミングとか、はい、でみんなそうでしょって思ってるので、はい、みんなそうじゃないって話ですね。あ、その、そう、別に表情は呼びますよ、もちろんそうですよね、そうですよ、呼びますけど、はい、違う解釈を入れてくるじゃないですか、言えます、はい、それはしないって感じです。そうなんですよね、はい、もう本当もうありがとうございます、勉強になります、はい、本当にもう NF のみんな聞けですねこれは、は
はい、勝手に怒ってるよって、はいはい、勝手に怒ってることがありますよね。勝手に怒ってますよ、はい、大きなお世話ですね。そして NF タイプは話された言語の微妙なニュアンスに非常に敏感で、些細の発言のこの含んでいる意味やほのめかしを見つけ出し、言葉に超自然の力を加えたかのように思ってしまうと。これは言葉の魔法と呼ばれるもので、古代の考え方で言葉には、事物を実現させる能力があるという考え方ですと、はい、つまり言うことは実現するっていう考え方で、はい、自己啓発の多くの本の基盤になっています。はいはいはい、例えば信じる魔法や、はい、ポジティブ思考の力、はい、ちょっとね引き寄せみたいな、ちょっとカーシーバカにしすぎNF タイプ、これでもバカにしてないですよ。あ、そうだった、そうだった、そうでしたね、はいはい、そうでもバカにしてないよ。そう、バカにする意味は含まれてないですよ。そうだった、勝手に読み取ってた俺は、はいはい、はい、勉強になりますねこれは、はい、カーシーニヤニヤしてませんカーシー NT だとするとニヤニヤしてない可能性はありますけどね。真面目に言ってる、これ真面目に言ってる、この人たちこういう傾向があるよなってちょっと今なんかお前喧嘩売っとんのかってなりますけどね、はい、バカにした意味はないじゃないですか。なるほど、はい、今ちょっと僕読み方もちょっと今バカにしてましたよね今、はい、ふう我々のスピーチは N は私たちに思い出させてくれますと。世界に結果を生み出すので、私たちの言うことに非常に注意を払わなければなりません。この主語の私たちって何でしょうね。N のことじゃないですか。我々のスピーチ、あ、じゃあ N っていうことですかね、はい。我々のスピーチは、N は私たちに思い出させてくれます。世界に結果を生み出すので、私たちが言うことに非常に注意を払わなければなりません。うん、この過敏さの結果、時折 N は送信者が意図しない意味をコミュニケーションに、着せることがあります、はいはい、着せるというのは返す、要はコミュニケーションにそれを、うん、入れてしまって、それを意味を伝えてしまうっていうことですかね、はい、そうは、こっちがやってるこのコミュニケーションが違う風に受け取られてしまうことがあるよっていうことなんだなと。発信者が、はいはい、だ相手のことも装飾しちゃうってことじゃないですか、自分なりの解釈で。ああ、はい、今僕がやったようにですね、はいはい、アイデアリストは自分の洞察解釈メタファーに没頭しすぎて、はい、手を止まること、手を静止させることが不可能であることがあると、はい、しかし SP 型の手、はい、や SJ のナイフ、うん、NT の爪、はい、とは異なり、 NF は他人に広がれた手を差し出すように自分の手を伸ばします、はい、まるで自分の助言を自由に提供するか、はい、他人の言葉を贈り物として受け入れるかのようです、はいはい、彼らはまた手を前に漕ぐように動かすことがあり、言葉やアイデアの流れを自分と他人の間で助けようとしているかのようですまた彼らは様々な方法で手を合わせ、手のひらを交差させ、指を巻きつけたり、手のひらを合わせて垂直に伸ばしたり、指を組み合わせたりすることがあります。すべてはまるでメッセージの2つの側面を保つ努力をしているかのようです、うん、届けようとするし受け取ろうとするしみたいな、勝手にね、はいはい、勝手に拾おうとする、まあ、拾ってるんですけどね、言ってないことも拾ってるみたい、はい、拾って勝手に解釈して、はい、これが答えだってやりますからね、はいはいはい、そういう性格ってことですね。やっぱりなんとか XNFP はバランス大事なんかな、 INFP と、まあ、バランス大事はみんなそうですよね、はいはい、アドバイスよりもアイデアを重んじます。で、島光さんも INFP としてアサーションコミュニケーションスキル研修が一番しっくりきたと。なるほど、はい、僕はこの人がアサーションっていうのでうまくやってるのを見ると、はい、こっち側に立ちたくなるんですよね、はい、そんなのはないって、はい、多分これね生存戦略です多分。っていうとうまくやってる人の中だと、はい、僕はもう一番にはなれないんですよ。あ、まあ、自分の価値観ですよね多分。僕が二等辺を見てて思うのは、はい、
自分の価値観と違うものが評価されると、はいはい、自分がダメに感じる。あ、かもしれないですね、はい、からこっちを否定したくなる。そうかもしれない。あ、はい、そういうところも、はい、多分にありますと思うと同時に、はい、人間ってそうだよねっていういつものやつを僕はないです。ないですね、はい、確かに。やっぱ NF を見るとなんかちょっと刺されてる感じが SJ よりもある感じがします。はい、なんか、はい、NT に見透かされてる感じが、はい、とても尺ですけど、カーシーに、はい、カーシーに、はい